まずい、緊張で腹痛が。ここで緑フィオーと落ち合う約束だったはずだけど、なんで誰もいないんだ。手紙がある。ハイボタン、緑フィオーが俺に残した手紙か。薬王秘伝は本当に慎重だな。先に奴らの任務を終わらせるしかないみたいだ。手紙を奪い取る。それなら兆楽天の物流帳の棚に行って探してみるか。この棚にはないみたいだ。他の棚を探してみよう。
段レンジフードの掃除から精査の修理まで。この郵便物、新作譜宛て至急って書いてある。見つけた。これが薬王秘伝が奪おうとしてる手紙だ。でもこの郵便物には暗号化が施してあるな。重要な情報なら当たり前か。解除できるか試してみよう。浮世絵地下色、価格の争いか。解除できた。薬王秘伝の内部命令で間違いない。この緊急指示を見る限り、薬王秘伝は最近の新作譜の潜入行動に気づいてるみたいだな。だから緑不要は急いでこれを奪おうとしたんだ。スマホにコピーを入れて緑不要に渡そう。茂月様、こちらが以前お伝えしたハイボタンです。とても頼りになる寺社でございます。ハイボタン、こちらは茂月様といって長楽天地区を担当なさっている方です。一目見ればわかる。君の腕前は確かに非凡だ。謙遜する必要はない。僕は長年武術を習っているから、君の実力のほどは見ただけでわかる。聞かせてくれ、君のような強者がなぜ薬王秘伝に入りたいと思ったんだ。ああ、僕も同じだ。かつては訓練に励めば強くなれると思っていたが、そうではなかった。長い運気軍としての生涯の中で僕は悟った。人の力には限界があるということを。だから僕は平凡な肉体を捨て薬王様の眷属になったんだ。この処方箋をあげよう。この薬を飲めば僕たちのように要求過疎が君の魂にはめた枷を断ち切り、至極の力と自由を手にできる。組織で丹薬を担当している寺社が君が優れた戦士だと聞いてこの処方箋を用意したんだ。ここに書かれている薬には遺憾で買えるものもあれば自力で手に入れなければならないものもある。だが君の力があれば簡単なことだろう。他に質問はあるか。わからない。ただ数万人はいると聞いたことがある。薬王秘伝の組織構造は平坦化の原種を原則としていて、各地区の責任者が直接首領から責任を担っている。だから他の地区の状況に関して僕は何も知らない。この方式の長所は
長楽天の組織が猟犬たちに滅ぼされたとしても他の地区の仲間には影響が及ばないことだ。処方箋の作成を担当する者たちは誰もが微妙な立場にいる。彼らの身分は知っているが、その身の安全のために口外するわけにはいかない。君を信用してないわけじゃない、ハイボタン。これは皆の安全のためだと理解してくれ。ボス、狩猟のことか。会えるが、今は焦らなくていい。君の実力なら、このまま職務を果たしていればすぐに狩猟に会えるだろう。恥ずかしながら、かつては僕も猟犬に属していて、100年近く槍術の鍛錬を続け、あと少しで雲気軍の教官になれるところだった。しかし凡人の脆弱な体では、いつまでたっても自分と武術の天才の間にある最後の壁を突破することができなかったんだ。そんな僕を救ってくれたのが、君が手にしている龍板膏薬だ。この薬を飲んで、僕は凡人には手が届かない強者になれた。今全てがうまくいっている。過去の悲しき真相の失神はもう存在しない。ここにいるのは薬王様に忠誠を誓った侍者だ。待て、僕のことを知っているのか。失神という名前を聞いてから君の表情が変わった。茂月様、どうやらこの者はあなたを探しに来た内通者のようです。バカ者、半日も試験を受けさせて何を試したんだ。こんなに分かりやすい内通者が君のせいで侵入したんだぞ。そんな私の目の前で雲気軍を殺したのですよ。忌々しい要求こそは哀れな凡人たちに死を回帰だと思わせた。薬王秘殿に潜入するために命を落とした苦肉の策を講じるとは。薬王様は僕に鋭い感覚を与えてくださった。何事も僕の目から逃れることはできない。君のような滑稽で恥ずべき悲しい凡人には理解できないだろうが、ハイボタン、いや新作の犬め、死ぬがいい。困りました。諸悪退散。ご聖騎、私に続け陛下に慈悲。うちの出番。タッチ、キル。ついてないね。リュウ、気をつけて。グラールから離れる。殴ったね。当然の秘伝。泣いてよ、ここへ。勇気を出さなきゃ。輪を持って通って。薬王様は槍が通らない体を、戦軍もかなわない勇気を、誰にも負けない力を授けてくださった。猟犬どもは逃げ回るネズミ、僕にはかなわない。さっさと首を差し出して死ぬがいい。もてなさないと。諸悪退散。いや、ベレシコ。
の珍奇をも一心同期珍奇であるべき。大丈夫、逃がさない。タッチキル。聖族が探していた連絡の途絶えた内通者は茂月だった。まさか薬王秘伝に加入してたとは。新作府に行って聖族に状況を伝えよう。今回の任務は成功なのか失敗なのかいまいちわからないな。よかった、あなたが無事に戻ってきてくれて。それで何があったの？予想外のことでも起きた？安心して、あなたの内通工作は成功だから。正体はバレちゃったけど、価値のある情報を手に入れて無事に戻ってきてくれた。ここまで内通者としての素質があったなんて本当に驚いたよ。それにしてもまさか失神が邪道に染まるなんて。あなたは正しいことをしたの。儒家の王は力と生命を餌にして失神のような善と有望な人に後戻りできない道を歩ませた。あなたが手に入れた情報はすごく役に立つ。ずっと敵の動向が分からなかったけど、この情報があれば新作府もより的確な判断を下せる。これは今回の報酬だよ、受け取って。他に質問はある？この組織の現状について私たちは何も知らない。今まで数人の内通者を送り込んできたけど、あなたのように潜入できた人は多くない。外郭をうろつくのが精一杯だったの。新作府は今あることを明らかにしようとしてる。彼らは千年の時を経て蘇ったのか、それとも千年もの間水面下で密かに行動を続けていたのかをね。どっちにしても彼らが突然堂々と姿を現したのはきっと何か企んでいるからに違いない。この数ヶ月ずっと不安だったの。これから何が起こるかわからなかったから。ううん、薬王秘伝の密書には私たちが広く潜伏してるように書かれてたけど、実際に潜入に成功したのは数人だけなんだ。そして彼らの多くはあなたのように正体がバレた後に無事に戻ってくる実力も、素早く信用を得る知恵や運も持ってなかった。それに内通者はあの薬王秘伝の丹薬を飲むわけにもいかないからね。あんなの飲んだら一巻の終わりだもの。つまりあなたみたいに組織の深部まで潜り込んであんなに多くの情報を持ち帰った人はいないってこと。この千住寺飛薬王救世品は薬王秘伝がどこからか書き写した芸書だよ。多分神おろしの時代の禁書の残編じゃないかな。でもこれは大したものじゃない。儒家の王と歪んだ造物の行為をただ偏った視点で改めて叙述しているだけ。芸書に人の心を惑わせる力はない。人々が自分で自分を惑わしているだけ。
そして継承は彼らに嘘と偽りの希望を与えた。あなたが手に入れた処方箋については私の専門外なの。何人か信頼できる探子が長楽天に駐在してるから、詳しいことは彼らのところに行って相談してみて。そうすれば新作譜も方針を定めて解毒剤を用意できるだろうから。薬王秘伝が私たちの潜入行動に気づいてるなら、そろそろ新作譜も操作網を狭める頃合いだね。処方箋の詳細が分かったらいつでも私のところに来てね。
こんにちは。何かご用でしょうか。なるほど、新作譜の仕事で来たんですね。処方箋を見せてください。うん、これがよそから来たものならいろいろと言いたいこともあったんですが、新作譜の仕事なら仕方ありませんね。この処方箋は理解できません。おそらく他の端子に聞いてみても同じでしょうね。端子長であるタンスー様に聞いた方がいいかもしれません。タンスー様は奇抜な発想をすることで知られています。彼女が準備した処方箋は彼女の説明がないと私たちにも理解できないんですよ。でもそういううさんくさい処方箋ほど神がかった効果を発揮することが多くて、つまりタンスー様は天才端子なんです。彼女が目の見えない転結者だなんて信じられません。休憩中は若木邸にいるはずなので、そこに行けば彼女に会えると思いますよ。お久しぶりですね。あなた様の匂いは分かりやすいので、一つの感覚を失うと他の感覚が鋭くなりますから。他の端子から聞いたのですが、私に見せたい処方箋があるのですよね。内容を読んでいただけますか。ありがとうございます。確かに奇妙な処方箋ですね。大体の薬理は理解できました。竜の血族の力を汲み取り、それを自分に取り込むことで強くなれるといったものです。ただ具体的な薬理についてはさらなる検証が必要で、少し時間がかかるかもしれません。本当に寿命髄を使って検証するわけにはいきませんからね。連絡先を交換しましょう。薬理の検証が終わり次第ご連絡いたします。Thank you.
画像だけってここで待ち合わせしようって意味かな。映画でよくある誘拐犯の合図みたい。冗談はそのくらいにして早く向かうとしよう。早くしてよ静寂。あんたを待ってるうちに首が長くなっちゃう。大牧師でも何か問題が起きたんだろ静寂。俺たちとパイなんかやってていいのか。平気平気。たとえ大牧師の血が割れたとしても大牧様が何とかしてくれるよ。あの小さな体で何でもやっちゃうんだから。うちの大牧様は。そもそも私は遊びに来たわけじゃなくて、あの方から命じられたの。ここで来たる客人を迎えなさいって。だから貴重な時間を無駄にしないようにサボりと仕事を両立してるんだよ。写真を見る限りだとここみたいだけど、ってここってパイソー？こんなところでトラブルがあったの？このパイがトラブルなの？どうも、品位あふれるお三方。あなたたちが例の気品だね。ごめんごめん、私もちゃんと待ってようと思ったんだけど。お、ほら、ポン。でもあの辺は地甲子がうじゃうじゃいてうるさくてさ。ちぃ、あんな騒がしい場所で待ち合わせなんて。私の番かん。面白みがないでしょ。だからこの機会に長楽天を案内しようと思ったの。ついでに先週の遊び庭園美玉パイも体験してみたらどうかなって。待って、今度こそ。ほら、ふぅ、我が願いは満たされたり、もう心残りはない。それじゃあ早速出発しよっか。随分と待たせちゃったみたいで本当にごめんね。いや、それほど待ったわけではない。お嬢さんが気合を入れて遊んでいる姿を見ていたら、その庭園美玉パイとやらについて知りたくなった。根気があって優しいだけじゃなくて見る目もあるなんて。興味があるなら私が庭園美玉パイについて教えてあげる。すっごく面白いよ。見て、あれって。あれは剣木と呼ばれる古樹です。かつてはラフが誇る至宝でした。天白氏の人も歴史に精通してるの？すごいね、今の世代なんてあれの由来さえわからないのに。あの剣木は古の時代、泉州が天涯をかけるときに残した遺産だと言われてるんだよ。ここからだと枯れ木の半分が見えるでしょ。でも上国無可録によれば、前世紀の大きさは天に至り星をかけるほどだったんだって。それってつまり。つまり空に至るほど高く、枝に星がなっているようだったということだ。え、そんなに大きかったの？列車と同じ、いや、宇宙ステーションヘルタと同じくらいかも。それも違うか。星がなるぐらいなら先週よりも大きかったりして。ただの比喩だよ比喩。物語を現実につなぎ合わせようとしないの。まあ結局は伝説に過ぎないんだけどね。私は通勤するときに毎日この景色を見てるからもう見飽きちゃったし。ほら早く行こう。
鬼だの何だの。レンジフードの掃除から精査の修理まで。もう少しだからしっかりついてきてね。先に言っておくけど、中に入ったら好き勝手に振る舞うのはやめてね。大木様は規則を守らなかったり、あれこれ聞いたりする人が大嫌いなの。自分が招いた客人だとしてもきっと怒られちゃうから。審問を傍聴するだけだ。終わったらすぐに離れる。をもてなさないと。諸悪大佐、私に陛下に慈悲なし。うちの出番ポン。勇気を出さなきゃ。大丈夫。火を逃して泣いてよ。ここへ。ついてないね。立ち切る。片付けましょう。諸悪退散。私に続け、陛下に慈悲なし。皆さんのお役に立てたかな。
おかしいな。もしかして壊れてるんじゃない？鍵がかかってたことなんてないのに、鍵を持っていけっていう人もいなかったし。おーい、いくらまずい飲食店でも客を門前払いしたりしないよ。本当に大牧師の人なの？それはないよ。もう書庫の管理に降格されてるもん。これ以上の措置なんて取られないと思う。慌てなくて大丈夫だよ。大牧師の門はこれだけじゃない。緊急時用の門を知ってるの。ほら、ここだよ。ずいぶんと詳しい。性格やら寝食やらで面倒なことに。ダメだ、この門も開かない。あんまり大木様を待たせるとまた頼りない静寂がやらかしたって思われる。案内人がこれだもん。やっぱり大木は怒ってるんだよ。君さえ構わないのなら俺が試してみてもいいだろうか。え、それはちょっとなんてね。今のは冗談。全然ダメじゃないよ。それじゃ楊先生に教えてあげる。きっと楽しめると思うよ。開けちゃった。大牧師キママ派総帥の称号を譲っちゃおう。驚いた？うちは全然。みんな構えるんだ。変わり映えしないシチュエーション、次はもっと工夫したよね。和をもって尊しとなす諸悪大佐。たまには真面目うちのとっておきを食らえ。クララもみんなを守りたい。好きだらけだ。泣いてよ、ここへ。タッチ、キル。ついてないね。勇気を出さなきゃ。客をもてなさないと。諸悪大佐、私に陛下に慈悲なし。うちの出番。千の鎮気を持って一心同期。ついてないね。危険指数低下、殲滅開始。大事な今回は足を引っ張ってないでしょ。どれどれ、キラキラなものはないかな。
タッチ、キル。うちの出番。クラーラも、みんなを守りたい。ついてないね。リュウ。大事ない。輪を持って尊しとなす。うち今回は足を引っ張ってないでしょ。すまないが、今は大木様の命により運気軍が市内の安全を確認している。この先は立ち入り禁止だ。律令がごとく。涼しいですね。あら珍しい。うちらのことを知ってるの？いいえ、静寂のことよ。今は勤務時間内だから会えるとは思わなくて。ちょっと濡れ衣を着せるのはやめてよ。私は真面目に仕事してるんだから。ほら、こうやって大切な客人たちを大木様のところに案内してるでしょ。あら珍しい。今度こそうちらのことだよね。ええ、あの物静かな方がよそ者を招き入れるなんて。大木様に会いたいなら旧館の陣に行くといいわ。大木様は旧館の陣の人手不足を心配なさっているの。市内に駐在している運気軍は邪水の排除で忙しいようだし、いつになったら進展するのかしら。目の前にあるのが私たち大木氏が誇る大型玉鳥演算装置、旧館の陣だよ。ここに来るまでの間、ことあるごとに玉鳥という言葉を耳にしたが、一体どういうものなんだ？玉鳥はね、玉鳥かな。いい質問なんだけど、すぐには答えられそうにない。ちょっと待って。始密集、本には玉に門を掘り万事を占うって書いてあった。印鑑を掘るみたいに、構造士の職人たちは玉の結晶格子に
何億何兆っていう呪符を刻み込んで、それをいろいろな装置に入れて設定した糸で運行させるの。小さい玉鳥は腕輪にはめられるサイズだけど、大きい玉鳥は陣に入れて変数を推測したり未来を占ったりすることもできるんだよ。休館の陣がまさにそれで、天理の変化でも浮世の変化でも十分な情報さえあれば何でも答えられるんだ。中の呪符と原理は変地天空のヌースに由来してるんだって。すごく奥が深いものだから、大牧師で完全に把握できてるのは大牧様だけだろうね。そうみたい。でも玉鳥の方が響きがいいかも。それに普通のコンピュータにはそんな大層な由来はないでしょ。ヌースに関わりがあるなんて。ミス・ヘルタの宇宙ステーションにもヌースに関連するものはなかったと思うよ。とにかく運行さえできれば、玉鳥だろうがコンピューターだろうが名前はどうだっていいの。そう、今日の案内人が静寂でも白寂でもどうだっていいのと同じようにね。もうすぐ陣の中心だよ。大牧様はそこで私たちを待ってるはず。は？限界三宝の読み取り完了。玉鳥に入力して運行を開始。牧さん推奨。歌唱は鳴った。道引きの幅は拓田の間にあり、誤差はプラスマイナス千分の二。三宝は間違いないはずなのに、一体何が妨害しているんだろう。フゲン殿、進捗は？はあ、道引きは剣、真のマニュアル。行に差異あり、理はなし。フゲン殿、わかりやすく。大惨事が訪れる。これが今日の大牧師の運勢です。休館の陣が止まるだけでなく、呪符が陰気に染まり、市内には性格による邪水までが降りかかる。運気軍は民の保護に奔走しておりますので、陣を復元したくとも避ける兵力がありません。そんな中、将軍に性格ハンターまで押し付けられたとなれば、大惨事と言っても過言ではないでしょう。私の前にいるのは、先見の命あり方眼に漏れなしと称えられるフゲン殿だ。基地を追い今日を避けるのは君のお箱じゃないか。公言は結構です。運勢、それすなわち天理なれば、小賢しい真似で避けることはできません。大牧師は目の前の基地と今日を示し、正しい選択をするために最善を尽くすのみ。形勢を一変させるような力はありませんよ。だからフゲン殿が必要だと言っているんだ。未来を観測できる性格ハンターを相手にするなら、先見の命がある君ほどふさわしい人はいない。人手については心配しなくとも、すでに準備してある。ほら、ちょうど来たんじゃないか。大牧様、ご命令は受けておりませんが、客人たちを連れてまいりました。人を使うという点に関しては将軍にかないませんね。隙さえあれば針を刺すのですもの。せっかく来てくれたんだ、それを生かさない手はないだろう。私の許可なく休館の陣に足を踏み入れるのは規則違反なのだけど、そんなことを言ったら人の心がないと思われてしまうかしら。お前たちと再会できたこと嬉しく思うわ。
静寂って子は普段は頼りないのに、ここぞという時は力を発揮するのね。確かにお前たちになら安心して頼める。ふん、私は誰かと違って大牧師の人間でもないお前たちを勝手に差し使わすわけにはいかないでしょ。社交辞令はやめよう。将軍の話なら聞いたし、何でも任せてくれていいから。では無駄話はここまでにしましょう。今の大牧師は人手不足だから、お前たちには旧館の陣の元井を再起動する作業を手伝ってほしいの。ついでに性格の邪水の排除もね。私が構わないと言ったら構わないわ。静寂を同行させるから、元井の再起動は彼女に任せればいい。邪水の排除については、古本、自分で占ってみたんだけど、うちら三人とも多忙の運命だってさ。何？魔法の言葉って。それなら簡単だよ。シンプルだけど大事な言葉。つまり、お願い！お願いよ。引き受けてあげる。困りました。一心同期、クララもみんなを守りたい。困りました。諸悪大佐、泣いてよ、ここへ。タッチ、キル。マジ、うちのとっておきを食らえ。気をつけて。は？気を逃してはならない。陛下に慈悲なし。陛下、大丈夫。ベレシコ、逃がさない。うちの出番。リュウ、勇気を出さなきゃ。ライゾス、律令がごとく。いや、
ここが中宮の陣だよ。中宮を見渡す、つまり天地古今を見るって意味で、この元井は時間に関する情報を調べるのに使われてるんだって。これでよしっと。え、符を合わせただけで終わりなの？知らないの？複雑なものほど操作が簡単だったりするんだよ。これならあんたたちの大木様でもできるじゃん。もしかしたら彼女も私みたいにサボりたかったのかもね。諸悪退散。陛下に慈悲なし。タッチ、キル。皆さんのお役に立てた。客をもてなさないと。一心同期。諸悪退散。泣いてよ、ここへ。竜勇気を出さなきゃ。気をつけて。いや、クラールから離れろ。逃がさない。客をもてなさないと。諸悪、大
退散。タッチキル。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。殲滅開始。輪をもって尊しとなす。雷帝よ、ここへ。怖くない。隠れろ。殴ったね。話し合いましょう。に立てたかな。律令がごとく。客をもてなさないと。タッチキル。退散。千の鎮気を持って一心同期。私に続く。陛下に慈悲なし。
修理用の部品さえあれば大丈夫です。ここは行政の陣、物事の因果のつながりを整理するところだよ。よし、終わり。次に行こう。律令がごとく。涼しいですね。
待ちになれ。風が吹いた。客をもてなさないと。諸悪大佐、私内定よ、ここへ。うち、なかなか振ってポン。皆さん、いい腕前ですね。諸悪大佐、一心同期。助けてスワローグ。陛下に慈悲なし。うち、なかなかやるじゃん。リュウ、タッチ、キル。アイゾス、ベレシコ。話し合いましょう。諸悪大佐、うちのとっておきをくらえ。うわっ、ベレシコ。逃がさない。気をつけて。殴ったね。はっ、クラールから離れろ。逃がさない。内定よ、ここへ。タッチ、キル。リュウ、アイゾス。おや、いい音になるでしょう。一心同期。陛下に慈悲なし。ベレシコ。たまには真面目にうちのとっておきをくらえ。私に続く内定よ、ここへ。ついてないね。
るでしょう。律令がごとく。え、何あれ、矢倉の妖怪？緊張しなくても大丈夫だよ。泉州に妖怪なんていないから。あれは禁陣って言って陣を守ってるんだ。重要な場所には必ずあれがいるの。あそこでしゃがんでるけど、まるで近寄ったら首を跳ねてやるって言ってるように見えない？前を通ろうとしたら絶対襲ってくるやつでしょ。私たちは大木様の命令で来たんだから大丈夫だよ。通行禁止。美月の嬢ちゃん、ひょうたんから駒が出たね。早く何とかして。困りました。しわくた大さん。立ち切る。パン気を漏らせ。大事体力無用。クラールから離れる。逃がさない。私に続く雷帝よ、ここへ。ついてないね。戦とは木のごとし、曲ごとに別の姿を見せる。関係してるんでしょ。たまにはマジうちのとっておきを食らえ。一気に片付けましょう。諸悪退散。火を逃して陛下に慈悲なし。うちの出番。リュウ。勇気を出さなきゃ。一気に片付けましょう。千の鎮気を持って一心同期。泣いてよ、ここへ。立ち切る。
大丈夫。逃がさない。輪を持った。私に続く。クララもみんなを守りたい。キヨの陛下に慈悲なし。諸悪退散。たまには真面目うちのとっておきをくらえ。危険指数低下、隠れろ。なんとか3つの元井を起動できたね。中心に戻って大木様に報告しよう。ご苦労様。神の呪符が全て灯されているのを感じる。ではこれよりカフカの審問を始めましょう。神の中心にいると多少の衝撃を受けるかもしれないけど、準備はいい？あら、こんなに大げさな儀式が必要なの？言うことを聞くって言ったのに。言霊で人の心を惑わす魔女の言うことなど聞きたくないわ。何を言っても構わない。ただ私が信じるのは旧館の陣が占った結果だけ。大牧師にはお前から真実を掘り起こす方法がある。言葉よりもはるかに強力な方法がね。そう、なら大木様、私の運命を存分に見届けてちょうだいね。
私の真相は気に入った？ありえない。でも急患の陣に間違いはない。カフカは性格と無関係。お前たち、まさかお前たちが。バカバカしい。こんなことが。自分で彼女に聞いてみなさい。時間なら好きなだけあげるから。この件すぐに将軍に報告しなければ。私は先に失礼させてもらう。聞いてみたらどうだ。カフカにはいろいろと聞きたいことがあるだろ。何も変わってないのね。ごめんなさい、こんな情けない姿を見せてしまって。本当？それならよかった。取り乱した姿なんて君の記憶に残したくないもの。列車で君と話さなかったのはこうなることを想定していたからよ。だから全て取っておくことにしたの。私に聞きたいことがあるんでしょ。エリオは君が3つの質問をすると予言した。でもそれらに本質的な違いはないとも言っていたわ。だから君が3つの質問のうち1つを口にしたら今回の目的の一部始終を教えてあげるつもりだったの。つまり全ての物事は彼の予言通りに進んでいる。どう？私の答えを聞く準備はいい？先週で起きた性格の災いは私たちと直接的な関わりはない。でもエリオの立場を考えると性格ハンターに罪がないとも言えないわ。私たちは予言のことを知っていながら見て見ぬふりをしていた。そして絶好のタイミングで身を投じたの。大木があんなに驚いていたのは三つの事実を見たからよ。一つ目、性格ハンターは泉州の敵じゃない。これは君も知っていたことだけど信じなかった。2つ目、泉州に性格を持ち込んだ人物は他にいる。うちにも外にも問題を抱えているなんてかわいそうに。ラフ内部の裏切り者と外部の敵が手を組んで泉州を滅ぼそうとしているの。だから大木も慌てて将軍に報告しに行ったんでしょうね。でも大木が知っているのはこれだけ。何しろエリオは私に肝心なことは教えてくれなかったから。彼は大牧師が私に対して急患の陣を使うと予言した。事故を防ぐために今の私は泉州同盟が知るべきことしか知らないの。そして三つ目は泉州同盟が夢にも思っていない事実。もし性格ハンターが黒幕じゃないのだとしたら、なぜ私とジンがここに現れたと思う？君たちのためよ。不条理だと思うでしょ。大木が信じないのも無理はないわ。でも急患のジンは嘘をつかない。
だから面白い答えが出たの。性格ハンターがここに現れたのも、ジンが捕らえられたのも、私がここに連れてこられたのも、すべては君たちを請求列車を泉州に誘導するためなのよ。請求列車がラフにやってくる。そしてラフで大事をなす。エリオが選択した未来で遵守の力は欠かせないものだから、そのために君たちには同盟と接触してもらう必要がある。だから君たちをここへおびき寄せたの。ラフの将軍とつながり、性格の災いを解決して同盟に貸しを作る。そうすれば将来最も大事な時に泉州が君の力になってくれるはずよ。どう？驚いた？悪名高い性格ハンターが君を泉州の英雄にするためだけにこれだけのことをしたのよ。素晴らしい脚本だと思わない？言ったでしょ、エリオは肝心なことは教えてくれなかったって。未来の可能性は無限にある。物事を知るタイミングを間違えれば、今までの私たちの努力が水の泡になってしまうわ。でも未来について一つだけ教えてあげる。最高と最悪の未来で君たちは壊滅のナヌークと対峙することになる。その時になったら、あらゆる助けが必要になるでしょうね。何しろアイオンとの戦いだもの。あれは君も私も請求列車も到達できない域の存在よ。多くの未来ではその瞬間に運命が終わりを迎える。でもエリオの脚本に従えば希望はあるわ。知ってる？たとえ星の神だろうと殺すことはできるのよ。ねえ羅刹、繁殖のタイズルスについてもっと教えて。すごく面白かった。不思議だね、アイオンも死ぬの？無敵じゃないんだ。絶対的な無敵も永遠の不朽もこの世には存在しない。ただ凡人たちの目線で見たものを誇張しただけさ。でも繁殖の死は確かに凡人の理解の範疇を超えている。あれは他のアイオンにやられたからね。理解できないな。アイオン同士でしょ、なんで殺し合うの？お嬢さんは本当に先週人なのかい？他のアイオンはともあれ、ランと薬師の話は知っているだろう。同盟の宿願といえば薬師を滅ぼすことじゃないか。もちろん知ってるよ。少しだけだけど、いつも母さんに剣の練習ばっかりさせられてきたから、あんまり学校に行ってなくて。なら話題を変えよう。遵守と北条の因縁を知らないのなら、いろいろと説明が長くなる。わかったよ。じゃあその大きい箱の中に入ってるものを教えて。この白い箱のことが気になるのかい？これは霊柩というものだ。死者を納める箱で、一般的には棺と呼ばれている。死者？行商人じゃなかったの？これも行商人の仕事なんだ。この棺を泉州に運ぶよう頼まれてね。千年も生きる種族にとって死は遠すぎる言葉かもしれないが。そんなことないよ。戦場に出たら戦死は日常茶飯事だから。でも私たちには箱、いや
棺に遺体を入れる習慣はないね。同胞が死んだら、先囚人は死者の名前と玉鳥を獣王子の因果殿に祀るんだ。それに古族や寿命族にもそれぞれの儀式がある。昔古族の戦士が死んだ仲間を星座に収めて星々に送り出すのを見たよ。彼らはそれを星宮行きと呼んでいた。ちなみに寿命族は神秘的だから噂話になるけど、長く生きすぎる、もしくは傷を負って瀕死になると真珠のような卵の姿になるって聞いたよ。それから幼児の姿で殻を破って生まれ直すんだって。母さんは寿命族を竜の血族って呼んでる。子供の頃は母さんの話を聞いて、寿命族はみんな竜に変化できると思ってたんだけど、本当かどうかは。ああ、無口な炭鉱先生がついに喋った。お前の母親の言う通り、寿命は竜の血族、つまりアイオーン、不朽の末裔だ。だから竜に変化できる者もいるが、誰もが持つ資質ではない。貴重な力ゆえに、複雑な儀式と試練を乗り越えた者のみ受け継ぐことができるんだが、継承者にとって幸いだとはとても言えない。僕も不朽の竜とその末裔の物語を聞いたことがある。どの物語でも朽ちることのない命を歌っていたんだが、突然竜は消えた。まるで存在していなかったかのように、その末裔だけを残して。天命はいずれ尽き、定められた結末を迎える。たとえアイオーンでも不朽を名乗ることはなく、その結末にたどり着くだろう。余計なことを聞くんだけど、棺の中の人を知ってるの？ああ、友達？いや。じゃあ、恋人？何を考えてるんだい？この中にいるのは僕とは無関係の人さ。ただ一度だけ面識があったけどね。そして偶然にも頼まれてここまでやってきたんだ。さあ、存分に休憩を取っただろう。おしゃべりはここまでにしようじゃないか。騒ぎを起こしたくはない。大丈夫、問題はない。争いに意味はない。厄介を避け。めっちゃいい人。誰かが怪我してる。待て、下
下に動くな。3人で一気に行こう。即戦即決で奴らをやっつけて、あの子を救うの。お嬢さんに任せていいんじゃなかったのかい？人数が増えればその分強くなるでしょ。お願い、終わったら勇敢な市民賞を送るから。世間話をしている暇はない。行くぞ。生死虚実、異動天元家、聖武一角。選ぶ。やっこない。大丈夫、問題はない。騒ぎを起こしたくはない。やっ。争いに意味はない。思い知らせてあげら。くらえ、そうしてよ。ボコボコにするよ。いっしょだい。厄介を避け。めっちゃいい人。騒ぎを。見ればわかるはずですが。あ、ごめん、血が出てないみたいだから平気だろうとは思ったんだけど、からくりくぐつだったのか。運動用の長が壊れて動けません。あなたは運気軍の。よかった、すぐに私を地行使に運んでください。無口くん、羅刹、ごめん。また寄り道する羽目になりそう。この子は獣王子の九月判官で、運気軍の私は彼女の命令に従うしかないの。本当にごめん。私について来いって言うんじゃなかった？あんたたちだけならもうとっくについていたかもね。僕は医術を少しかじってるんだ。よかったら少し見てみよう。あんたには分かりにくかったね。この子は九月なんだ。だから地行使まで送っていかないといけなくて。大丈夫だよ、お嬢さん、僕に任せてくれ。痛くはないはずだが、奇妙な感覚、凝ったりしびれたりするような感覚がするはずだ。我慢して動かないように気をつけてくれ。無駄です、この身はからくり。肉体ではあり。からくりでも肉体でも形あるものに過ぎない。お嬢さんさえよければ僕が癒そう。不思議です。どうやって。医術って範疇を超えてるよね。北条の。よかった、地行使に帰らずに済みました。任務を続行します。獣王子の律令により、判官は外の者と縁を結んではなりません。ですが、助けてもらったお礼に一言だけ忠告を。即座にここを離れてください。私がここにいるのは、重罪人である性格ハンターを捕らえるため。非凡な腕と兵器を持った極めて危険な対象です。異変に遭遇していなかったら、私の寿命はもう終わっていたでしょう。異変？ついてきてください。
光景は初めてです。知ってる？たとえ星の神だろうと、殺すことはできるのよ。どうかしら、アイオーンが死ぬ話はたくさんあるわよ。不朽の竜、準備のイドリラ、秩序のエナ、繁殖のタイズルス、そして開拓のアキビリ、どれもかつては星の海を揺らした名前よ。でも今はいなくなって、主なき運命だけが残ってる。今現在人々に知られているアイオーンを殺す方法は三つあるわ。その一、概念が被る運命は互いに衝突する。広大な運命の方が狭い方を飲み込むの。秩序のエナはそうやって調和のシペに飲み込まれ同化した。その二、アイオーン同士の戦い、強い方が弱い方を消滅させるの。繁殖のタイズルスはそれで死んだわ。そして先週同盟も純種の導きのもと宇宙を渡って豊穣の忌み物を狩り、その目的を果たそうとしている。さあ、アキビリの消失には謎が多すぎる。君の問いに答えられるのはヌースだけかもね。あの機械頭は何でも知ってるから。どうかしら、スリル満点の話だったでしょ。聖堂を歩く人間からは永遠に聞けない話よ。待って、そろそろ時間だわ。始まったわね。ジンちゃん、残りの2カ所に向かわなきゃ。カフカが逃げた？まずい、大木になんて言えばいいんだろう。カフカが俺に本当のことを言ったのなら、大木の方は大丈夫なはずだ。あんた、あの女に洗脳されてるの？あれって静寂が見せてくれた半分になった枯れ木でしょ。急に成長してるけどおかしいよね。素晴らしい、実に素晴らしい。なんという幸運、たとえ長命種であっても一生見られないような光景です。
この異様なエネルギーは性格だ。ってことは性格の力で剣木が生命力を得た？ああ、この異常現象の元凶は運気軍が探している性格だろう。客をもてなさないと。諸悪退散。陛下に慈悲なし。立ち切る。尊しとなさ。私に続く。千の珍奇を持って一心同期。泣いてよ、ここへ。勇気を出さなきゃ。殲滅開始。デレシコ。お役に立てたかな。
フカが急患の陣を騙したのかしら。慌てるな、フゲン殿。急患の陣は嘘をつかない。フゲン殿が見たカフカの論理に違和感はなかった。我々はまた行って駒を進められたと言えよう。ラフに外敵がいるのは承知の上だ。性格が突如現れたのもきっと誰かが持ち込んだに違いない。そして内なる敵は北条の民と自称する組織薬王秘伝の他にないだろう。カフカの真実は私の憂いを証明した。お前将軍はいつ気づかれたのですか。初めて性格が姿を現した時だろうか。先週は定休の指名より加護を受けている。他のアイオーンの指令でなければ私の目をごまかしラフに潜り込むことはできないだろう。だから外敵と考えたんだ。性格は諸々蝕んでいくが幼稚たる新作府と優秀国だけは妙に避けていた。明らかに別の意図があるからだろう。これだけの計画を練られるんだ。ラフの内務に詳しい裏切り者の存在を疑わざるを得なくなる。まあ簡単な推理に過ぎないよ。奴を見て分かったんだ。性格ハンターが糸を引いているわけではないと。ならば奴はどうしてここに来た。請求列車をおびき寄せた理由は。私はこの謎だけは解けないままでいた。だがこうしてフゲン殿が解いてくれるとは性格ハンターか。確かに面白い連中だな。あんなに手間をかけた理由が泉州と列車に縁を結ばせるためだったとは。将軍、もうのんびりしている暇はありません。剣木が探す手間が省けたよ。あれが性格だ。裏切り者があれを剣木に投げ込み蘇らせた薬王秘伝もついに我慢の限界に達したか。危機は転機にもなります。問題の所在さえつかめたら全ては簡単なこと。で、また私に策を練れと。ああ、フゲン殿ならきっと良策を思いつくだろう。私の意見はこうです。すぐに運気軍を集めて剣木のある同点に向かわせ、性格の邪水を払い再生の勢いを止める。ふむふむ、砲丸を持つフゲン殿の意見だ。問題を解決する一番の近道に違いない。だが近道がいつも最適解とは限らない。フゲン殿は私が性格のありかを知りながらも兵を動かさなかった理由は何だと思う。将軍。ん？将軍も悪いお人ですねきちんと根絶やしにしなければならないからね。あと少しだ。薬王秘伝が今動いたという事実は場を収めた運気軍を見て奴らが焦り出したことを証明している。この機に一網打尽にしなければ。座ったまま待つというのですか。万が一何かあったらどう責任を取るおつもりで。まったく、フゲン殿、私の騎兵を忘れたのかい。性格ハンターが故意に列車と泉州を結びつけたなら日照りに雨だ。その行為に甘えようじゃないか。突然木が大きくなったの。私が間違っていたわ。
将軍に余計な期待を持つなんて。いい加減にしてください。どれだけこの騎兵をこき使えば気が済むんですか。まさかこのラフに他に使える人材はないというのですか。なんです、じっとこちらを見て。それとお忘れなく、剣木のありかは非中の非、泉州の民以外に接触させるのは規則に反するか。なら私からも普賢殿に一言忠告しよう。規則は泉州があってこそ成立するものだ。危機が迫った時、規則が有用であれば従うが、無用であれば捨てざるを得ない。だから私はとある規則に反する決定をしようと思う。とあるというには数が多すぎるかもしれないが、考えただけで清々しくなるよ。普賢殿、この兵符を君に渡そう。運気軍の指揮は任せた。剣木の近くにある探偵士で策を打ってくれ。私が兵をですか。ずっと将軍になってみたかったのだろう。いつも嫌がってたくせにどうして。わかりましたわ。将軍の命に従うとしましょう。そして列車の諸君、これより正式に正確封じの策に加わってほしい。運気軍の方は普賢殿が手配するはずだ。でもその前に、諸君は構造士の近道を通り普賢殿と再度合流してほしい。ああ、わかる、わかるとも。君の目には、私は恩知らずに映るのだろうか。泉州の激変を耐え、離れず手を差し伸べてくれたこと、心から感謝しよう。だがこのような窮地で、もし私が駆け引きをしようとしたら、きっと諸君は失望するだろう。ラフも恥をかくことになる。だから、全てが収まってからその時に報酬の話をしよう。そうだ、客人の道案内はやはり帝雲殿に頼みたいと思っている。はい、喜んで務めさせていただきます。行に才あり、理はなし。やはり過小に誤りなしのようね。忌々しい。数千年も折れたまま、枯れたままの剣木が蘇るとは。先週は前途多難ね。すでに予想していたわ。え、怒らないんだ。すでに占い済みで心の準備をしてたみたいだね。カフカを追っても無駄でしょう。旧館の陣は彼女の潔白を示しているもの。今重視すべきは剣木よ。性格の侵食が始まってから探偵士とは連絡が取れない状態なの。外に派遣された医者は別として、もともとは薬を作り薬剤を研究する場所、剣木の封印場所にもひときわ近い。性格の邪推が暴れ出しているなら最も危うい状況になっているはず。しかも探偵士にその裏切り者とやらがいると将軍は確信していたわ。薬王秘伝を自称している賊どもが裏で動いている。私も早く動かなければ。
本当に人を使うのが好きね。あそこは探偵室に一番近いからもうめちゃくちゃになってると思うわ。精査はすでに用意してあるから私についてきなさい。10101010なるもの。将軍からの請託があるゆえ私はここで失礼するわ。お前たちも気をつけて。そうだ大木様、うちらの運勢も占ってほしいんだけど、どこをどう注意すればいい？その必要はないわ。この方眼で見た限り、お前たちの行く先は原稿利邸、万事順調なり。本当に道具とか指を使わなくても分かるの？よく言った不言さん、その言葉に感謝する。さあ行こう。まだ行かないの？行き先の吉凶が気になるのなら
信じない？大丈夫です。あら？結構人が集まってますね。どうやら今日のラフは勤労に向いていない運勢のようです。構造士は性格の侵食が始まってから作業を止めていたはずですが、ここの方たちはどうして安全な場所に避難していないのでしょう。仕事を愛してるからとか？大牧師の牧者のことを思い出すとギャップを感じる。仕事だからな。これでみんな生きているんだ。大人の世界に楽なものなんてないよ。経験者っていう感じの口ぶりだね。感じたまま話しただけだ。気にするな。幼児ちゃんはいいとして、あんたは大げさだよ。今の世の中には楽な運命なんかありませんよ。この構造紙にはからくりを研究する工房ばかりが存在し、発明に狂った職人がたくさんいます。そして彼らの伝統といえるのが、たびたびヘマをすることです。建物が消えたり、傀儡が暴走したり。ご注意ください。今回も中が大変なことになって、職人たちが入れなくなっているのでしょう。それでも進むしかない。まずは誰かに話を聞こう。